40丁目からセントラルパークを見た様子。6番街にはインターナショナルスタイルビルの超高層ビルの路地がある。6番街はニューヨークシマンハッタン区を走る通りである。ただし、6番街の名称はニューヨーカーの間では滅多に使用されない。公式にはアベニュー・オブ・ザ・アメリカスと呼ばれる。南から北向きにあるいはアップタウンに向けて走っている。 通り界隈は商業施設が軒を並べる。6番街はキャナルストリートより4ブロック南のトライベッカにあるフランクリンストリートから北向きのチャーチストリートを西に分岐して始まり、キャナルストリートまで視線のような形で走る。ここから6番街は双方とクリニッチビレッジを横断し、大まかにチェルシーからフラットアイアンディストリクトとノーマットを分割。 さらにミッドタウンのガーメントディストリクトとシアターディストリクトを通る。6番街の北端はセントラルパークサウスであり、セントラルパーク内の通りたるセンタードライブへのアーティストゲートに隣接する。セントラルパーク内イーストドライブを経て、ドーパーク北側に接続する6番街の通り箇所は1887年に レノックスアベニューに改名され、1987年にはマルコムブルバードとの20名名となった。この名称は時々混乱させられる。14丁目から北を見た右の6番街線と、並走する1905年の6番街、6番街沿いに繁栄した歴史的レディーズマイル商業地区は、市で最大の小売り地のいくつかを後に残した。建物は数十年間使われていなかったが、 1990年代から再使用されている1811年委員会計画により6番街が計画された。高架鉄道の6番街線が1878年に建設されたことにより、6番街が暗くなり、不動産価格が下がった。高架鉄道はクリニチビレッジに始まり、1938年から1939年にかけて段階的に南下した。 本来、六番街の南端は、グリニッジビレッジのカーマインストリートとして設計された。この地点から通りを南へ拡張する提案は、より簡単に、ローアーマンハッタンへアクセスできるようにするため、早くも1860年代中頃には、会員議会で議論された。南への拡張は、ホランドトンネルの交通を緩和するため、1920年代中頃に行われ、 8番街線が延長してチャーチストリートの北端近くでローアーマンハッタンからのこの4車線の道路に接続した。拡張工事は居住者たちにかなりの混乱を引き起こした。歴史家の一人は次のように語った。1万人が引っ越した。このうちのほとんどがアメリカに他の家を持たなかったイタリア人だ。ニューヨークの雇用推進局職員は影響のない道路。 名残の少ない場所に面する道路の拡張が白紙のまま行われたと言った。元々のポンペイ聖母、マリア教会を含む多くの建物が壊された。道路の公式名称は1945年、市議会でフィオレロ・ラガーディア市長が強要し、アベニュー・オブ・ザ・アメリカスに改名された。彼は1945年10月2日、法案に署名し、法律として承認した。 米州機構の国家を尊敬する意図があった。また、みすぼらしい名前の通りに壮大な名称を付け、西半球との貿易を促進する狙いがあった。解明後、OAS のすべての国家のシールが貼られた標識が道路の街頭に付けられた。ベネズエラの標識6番街の高架鉄道の廃止により、ミッドタウンの急速な商業開発が行われた。 1960年代から道路には会社の入ったインターナショナルモダニストスタイルのガラス張りのタワーがほとんど途絶えることなく42丁目付近に建設された。建設された建物の中には52丁目の下から上まで花崗岩で作られたことからブラックロックと呼ばれるエール・サーリネンの CBS ビルディングがある。これは彼の設計した唯一の超高層ビルである。 1957年3月10日、6番街はブロードウェイと交わるヘラルドスクエアより、北は一方通行となった。道路の残りも1963年11月10日に同様となった。1970年代中頃、街灯と新しい歩道をペイントし直し、レンガの横断歩道を追加して通りを超綺麗にした。さらに追加された特別照明は、 珍しい。ニューヨーカーは新しい道路の名を滅多に使用しなかった。また、近年、通りの名はアベニュー・オブ・ザ・アメリカスと6番街の両方であるとされた。国の文章が書かれたほとんどの標識は1990年代の終わりまでに撤去されたが、残りの標識が展示されている。クリニッジ・ビレッジのジェファーソン・マーケット図書館6番街には、次のようなものがある。 フワンパブロドアルテスクエア、クリニッジビレッジを含み、ゴシックリバイバル建築のジェファーソンマーケット裁判所の、ある、ジェファーソンマーケット図書館。18丁目から23丁目にわたる、レディーズマイル歴史地区の1880年から1900年に、かけてのデパート。以前の大規模なフラワーディストリクト。メーシーズデパートのある34丁目のヘラルドスクエア。 40丁目から42丁目にかけてのブライアントパーク。42番街には次のようなビルがある。バンクオブ、アメリカタワー、W.R. グレースビル、国際写真センター、ロックフェラーセンター、タイムイコールライフビル、ニューコープビル、エクソンビル、マグローヒルビル、ラジオシティミュージックホールを含む。6番街ではグリニッチビレッジのビレッジハロウィンパレード、 ミッドタウンのドミニカンデーパレードが行われる。6番街にはニューヨーク市地下鉄 IND6 番街線が走っている。また、9丁目から32丁目の地下には33丁目駅を終点とするジャーナルスクエア、方々圏発のパスが走っている。ノーツ。ありがとうございます。